as of november the 4th, 2016, nasa's mars curiosity rover has been on mars for more than 1,500 sols since landing on august 6th, 2012. curiosity has sent to earth another mysterious picture of a martian, as has been reported by tokana site of ジャパン。NASA の火星キューリスティ・ローバーがまたまた奇妙な写真を送ってきたというのです、えー。トカナサイトは次のように報告しています。火星の小人を発見。身長3センチと。それがローバーのタイヤの上に映っていたというのです。 元の動画を紹介します。m a r s Alive サイトがそれを紹介しています。まあ、下に映っているのがローバーということになります。Curiosity ということになりますで。この辺りにタイヤがあり、そのタイヤの上にこのような、まあ、物体が映っていたというのですねで。タイヤの大きさから計算すると、まあ、これがです、ね、火星人であるとするなら、 まあ3センチというわけです。まあ、確かに何かヘルメットのようなものをかぶった小さな人間のようにも見えます。手、足もそれとなく見えるといった感じです。で、果たしてこれは火星人なのか、そうでないのかということになるわけですけども、実に楽しい話ということになります。身長3センチですからね。まあ、地球上で言うエントマン、つまり、 アリ人間ということになりますこれは本当にあり人間なのでしょうかということでこの動画を検証してみることにしました、まあ、全体に暗いですから何が写っているかよくわかりませんねそこで明るくしてもう一度皆さんにご覧いただきますでもう一度その動画をご覧いただきます 元の動画はですね、もっと明るかったといいますか、写真は明るかったのではないかと思います。ともかくも左にタイヤがあり、そしてこの辺りに、どうやら火星人らしき、まあ、人物といったらいいのか、物体が映り込んでいたというのです。まあ、これは、後の判断は皆さんにお任せしますが、一体何かということになるわけですね。まあ、いかにもいかにもという。 写真なんですよね。ヘルメットをかぶって両手を下に垂れ下げています。で、これは本当に火星人なのか、そうでないのかということなんですけども、いまいちこう、なんて言いますか、まあ、綱引きの中出てで,ですね、迷うということになります。イエスか、イエスでないのか、ノーか、ノーでないのかとです。イエスといえばイエスだし、 しかし脳という力も強く働いています。まあ、何かね、あのー、火星上の何かをタイヤが巻き上げた可能性もあるわけです。でさらに検証を続けてみます。でこの部分に、まあ、それが映り込んでいたというわけですね。右上が火星の探査機キュリオシティです。でここにそれとなく、って言いますかなんとなく映り込んでいる。 というわけですね、タイヤを覆っている金具のようにも見えなくはないわけですね。金具と言いますかあの、まあ、そうしたタイヤの一部かもしれないということです。で、ここにそのようなものが映っていたということですね。で、当然、タイヤは回っていますから、まあ、この状態ですと、火星人はタイヤに、まあ、しがみついているということになります。はい。で、 拡大してみますこれは私の方で拡大してみました。で、足の部分がいまいちはっきりしないんですよね。いわゆる、まあ、同じ宇宙服であるなら、足の方も白く映っていて良いわけですよね。あるいはツートンカラーの、まあ、宇宙服ということになるのでしょうか。で、これは、あの、まあ、元の まあ、動画から取り上げた写真です。まあ、火星には、まあ、こういうものが映り込んでいると言いますか、疑わせるようなものが、まあ、いろいろあるわけですよね。で、これもということになるわけですけども、まあ、冒頭で申し上げましたように、判断は皆さんにお任せします。この後にアンケート用紙をつなげておきますから。あの 右上にアイマークが出ましたら、皆さんのご意見をお聞かせください。果たしてこれは何かということになります。火星人なのか、火星人でないのか、というとても楽しい話でした。トカナさん、どうもありがとうございました。Bye for now!